If you like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentary. Ah, oishii! Konnichiwa! Neil Hartman no Carmentary Nihongo Ban desu. Kyou mo yoroshiku onegai shimasu. Mata mata drive shite orimasu ga, ima kara中山峠を登ってるところです。今日のトピック、この間のカルメンテリー結構、人気だったんですね。あのコメントを来たり、結構仲間のカメラマンにも言われたりして、ちょっとカメラマンとかクリエイターへのアドバイスみたいな感じで、写真を撮るんじゃなくて写真とか動画は、作るんだよっていう話をしましたね。どうだったですかね。そんな意識で今みんなやってますかね。今日はその第2弾ということで、またクリエイターへのアドバイスですが、なんで敬語になってるかよくわかんないな。インプットとアウトプット、インプットアウトプット、これの比率っていうんだっけ、これについて、ちょっと今日は話してもいいかなと思ったんですね。というのはクリエイターの皆さん、まあ年齢関係ないと思うんだけど、写真撮ったり動画撮ったりグラフィックデザインだろうかなんだろうか、インプットはみんな結構こうやりやすいと思うし好きだと思うんだよね。どういう意味かって言ったら、まあカメラマンだったら、あの現場どっか行って写真を撮ったり、ビデオ撮ったり、まあ、絵描く人だったらどっか行って景色見ながら絵描く、これ僕にとってインプットね。そのクリエイティブなものをこう取り込んでると思うんですね。でいっぱい取り込んで、で戻って自分のスタジオとかパソコンでそれをこういじったり、あとエディティングするよね。いろんな形でエディットしてどんどん磨いて良くして、そこで終わる人がいるんですね結構。そこの次のステップはアウトプット、その撮ったものとか作ったものをきれいに磨いた作品をどこに出すか、でどれぐらい出すのか、これはまあそれぞれのスタイルだよね。例えば、写真家だったらまあ一週間かけてね、いろんなとこ旅して何千枚も、もう何万枚も写真バシャ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 いっぱい撮って、でそれを一週間またかけてすごい絞って数枚もう最高のやつ見つけていろいろいじって、やったできたって言ってようやくアウトプットの方にこう切り替える人、そういうタイプもいるし、もう今の時代みんながクリエイターだからね、携帯スマートフォン持ちながら、どっかでこう、あーこれいいね動画撮るわーって動画撮って、もうその場でピッ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 アップでアウトプットするタイプもいる、いろんなタイプいるし、1対1の人もいれば1万対1の人もいるし、まあいろいろ。でも、注意してほしいところ、僕が気になるのは、まあ、基本的に、アウトプットが少なくなっちゃうんですね。あんまり出さない。で、なんで出さないかっていうと、まあやっぱり人間、人の意見っていうか人がそれを見てどういうかが結構こう心配だったりするんですね。これはいい写真だな、これ最高だなって言ってそれをインスタグラムにアップしたり、まあオールドスクールだったらプリントかけて額縁に入れてどっかあのギャラリーに飾るとかね、まあいろんなアウトプットあるけど、その誰か見た時に大したことねえなあの写真、あんなの誰でも撮れるよと
まあやっぱり言われるのが怖いね。それは文章書く人も絵書く人もなんだみんなあると思う。でやっぱりこう気にして気にして自分の出す、量をこう少なくしていくことが多い。まあ、特に若いクリエイターには多いかな。わかんないな。まあ若くて勢いがあってバンバン出す人もいると思うし、でも若い時はやっぱりいろいろ先輩やってることを見て、いやーすげえなすげえな、ああ俺やってるやつはそこまででもないしな、やっぱり出すのやめようっていうのが結構多いパターンだと思うんだよね。で今日まあそれはあなたですか。そういう気持ちがもしあるならもうやめてほしい。関係ない。一番大事なのはもう出すことで、今の時代すげえ簡単、羨ましい。俺が写真始めた頃はフィルムしかなかった。デジタルないしスマートフォンも何もない。もうすいません、電話にちょっと出れないんで、そうそうそう、昔はなんかアウトプットすること自体が難しかった。本当に簡単じゃなかった。お金もかかったし、写真をプリントして額縁に入れて飾るっていうことだって、本作るとか雑誌に写真出るとか、まあ大変だった。今は全部タダだし、インスタグラムなんかタダでこうメンバーになってバン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 写真アップしちゃえばいいだけなんですよ。だから簡単になったからこそちょっと聞いてる人もいるかもしれないけどね。うん。でも、そこはちょっと考えてほしいです。もし、いっぱい撮ったりいっぱい作ってるんだけど、あんまり出してないな、そういえばっていう人だったら、そこの割合を、もう自分からこう増やす。もうその、いい悪いとか、いろいろこう気にしないで、とりあえず出すのが勝ちだと思ってんだよね。勝ち負けで考えるんであれば、取って出した人がもう勝ってるんですよ。取って出さない人はもう負けてるもん。出てないもん。誰も見てない。で、そのようにこう、バンバンアウトプットの量をこう、まず増やしていく。YouTube、YouTuber になりたいってね。俺も YouTube いろいろやってるから、よくそういう話になったり、そういうの聞くんだけど、YouTube やろうと思って、みたいな。でもやんないでしょ。言ってるだけだ。やりたいんならもう今日からもうやれ。何でもいいから。もう、後でね、恥ずかしかったら消せばいいんだよ。今の時代、それもできるからすごいんだよ。遡って自分の出したものをどんどん消していけるからね。だからもういろんなの出して、人気だったやつだけ残って、人気なかったやつを消していけばいいじゃん。そしたら2年3年後にその自分のフィードを見た人は、こいつすげえな、出した写真全部大人気じゃん、そういうやり方もあるし、とにかく出さないことには始まらない。はい、ちょっと最後熱くなりましたね。うん、皆さんもぜひヒートアップしてアウトプットをしてほしいです。まあ、しつこくならない程度でよろしくお願いしますね。はい。それでは、今日も楽しい一日過ごしてください。またまたカルメンテリーでお会いしましょう。お相手は、ニール・ハートマンでした。なんか今日ちょっとおかしいな。敬語を使ってるし、なんかよくわかんないな。If you like to drive around and talk about the latest happeningsThis is the channel you need, so subscribe and follow Carmentary.